矢部チャンネルご視聴ありがとうございます。本日はですね、前回セーバーの劇場版やってみたんで、ゼロワンの劇場版のリアルアータイムですね、こちらの方もちょっと想像で、実現していきたいと思ってます。とりあえずね、こちらゼロワン、ゼロツーのツーショットから入ってみたんですけど、イズがちょっと大きすぎますね。やっぱり想像思ったんですけど、かっこいいんですけど、背比べちゃうと背が高いんだよね。やっぱしゼロツーのイズバージョンみたいなのもなんか欲しいななんて感じがいたしました。まあ、ストーリーの方でやっぱり印象的だったのは、冒頭でこのエデンとゼロツーの戦ってる風景、これはイズじゃない感じのやつなんですけど、これをね、一応やってみたかったですよね。エデン、こういう時に結構活躍するんでね、いい感じのバトルをやってみました。エデンの強さを強調なのね、象徴すべきね、このゼロツーでも、かなわないという感じの、スタイルをやってみました。こんな感じになりますね。刺す寸前で、一応止めました。こんな感じになります。完封なきまでに、やられてるか、エデンにやられてるタイプをやってみました。なかなか強いさ、これでね、エデンの強さを表しているんじゃないでしょうか。こちらリアルタイムのね、こちらのキャラで、忘れちゃいけないのがアバドンですよね。アバドン、これ一応今回これを6体用意してみました。本当一つ一つね、いろんなバージョンを作ったつもりなんですけど、こんな感じで、アバドンとライダーと戦わせてみましょう。まずはこちらランメージバルカンですね。これをちょっと使ってみたかったですね。この羽広げて飛んでるところをこんな感じの攻撃の仕方でどうでしょうかね。アバドンがあんまり見えにくいかもしれませんけどね。でもこういう感じ、ちょっと立ち上がってみましょうか。こっちの方がいいのかな。こう飛び上がってね、攻撃してる感じのがすごく、撃退してる感じが出てていいんじゃないでしょうか。バルキリーのライトニングホーネットは向きを変えてみました。ただそれだけのことなんですけど、ちょっと高さがあるかな。どうしてもね、こう武器を固める向きの都合上ね、結構高くしないと狙ってる感じが見えなかったんで、かなり高い位置から、狙いを定めた攻撃の、姿勢をとってみました。こんな感じでどうでしょうか。こういう形が似合うかな。続きましてこれですね、ジンと滅びのキックによる攻撃するシーンを描いてみました。みんな飛んでるんですけどね、空から攻撃した方がなんか撃退しやすいですよね。やっぱりアバドの方が数多いんで、それでどうしてもこういう感じの模写を作りたくなっている感じがしますが、でもこういう感じが一番合ってますよね。上から撮った感じだと下から見た感じ、こっちの方がなんか絵になりますかね。キックで、攻撃してるところを撮ってみました。サウザーだけは、着地して陸地での戦いをやってみました。まあこういうのもいろいろね、パンフレット見ながらやってるんですけどね、こんな感じのバトルが一番かっこいいんじゃないかと思って、色合いがね、それぞれ金色ですから、他のこちらのね、アバドンと比べると結構はっきりわかるんで、すごくいい絵が今撮れてるんじゃないかと思います。そして最後はルシファーですね。ルシファーといえばやっぱこの石ね、こういう風に使わないと使い道ないですよ本当に。まあね、よくこういう感じで、考えてみたものでございますが、じゃあルシファー最後ちょっといろいろやっていきましょう。ルシファーと戦うゼロワンとゼロツー、どう見てもゼロツーがどうしてもイズに見えない。やっぱしイズ版のゼロツーも欲しいなっていう感じがありますね、こういう対戦をやっていくとね。でも、ゼロワンゼロツーで対戦してます。ゼロワンゼロツーのダブルライダーキックになりますけど、こうしていくとどうしてもちょっとね、ゼロワンのがかっこ悪い感じになるかもしれませんが、ルシファーにとどめを刺すシーンをちょっと、再現してみました。こんな感じですかね。そして最後やっぱヘルライジング、ホッパーで、こちら、ルシファーを締めるところをちょっとやってみたかったんで、こんなポーズ撮ってみました。一番単純なのがかっこいいのかもしれませんね。これがなんかすごくいい感じになりました。じゃあ最後はですね、こちら、こちらルシファーとヘルライジングホッパー、組み合ってるところで終わりたいと思います。そして後ろにはイズのゼロツーが見守ってる感じのものをわざとやってみました。いかがだったでしょうか。今回、
仮面ライダーゼロワンの劇場版、リアルタイムをちょっと騒動バージョンでやってみました。たくさん使うので結構大変でした。まあそれなりに、いい感じのができたと思いますが、皆さん見ていただいていかがだったでしょう。もしよろしければチャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。